お世話になっております。響きチャンネルです。はい、今日は、今年もこの時期がやってきました。鉾田市のメロンをご紹介していきたいと思います。はい、今日食べるのは、鉾田さんの茨キングという品種になってまーす。じゃーん。こんな感じでーす。すごいね。はい、じゃあ、今年のこの茨キングは、いつもお世話になってるお客様から、ご提供いただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ、丸ごと贅沢食いをしていきたいと思います。茨キングは確か茨城県の独自の確かっていうか茨城県独自の品種になってます。じゃあいただきます。うん、美味しいですね。美味しい。茨キングは酸味じゃないな、いちごじゃないから、こうさっぱりとした口当たりのメロンとなってます。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。なんか去年のあのメロン、また鉾田のメロン乗せた時に、てか鉾田の人って多分これ一般的な食べ方だと思うんですけど、乗せてこれ私全然余裕で半分食べれちゃうんですよ。乗せたら半分は食べ過ぎだよってコメントいただいて、確かに本当食べ過ぎなんですけど、余裕でこれ1個食べれる。そんでなんかコメントにハイボール入れたら美味しいって書いてあったんですけど、まだそれはちょっとやったことないんで、ハイボールはちょっと後でやってみます。あとそれで直売してる農家さん、このメロン農家さん直売してますので、個人的にメロン農家さんご紹介いたしますので、メロンを買いたいなっていう、欲しいな、食べたいなっていう方は私に直接連絡いただければご紹介しますので、ぜひお待ちしております。はい、ではまた次の動画もよろしくお願いします。今日は鉾田の茨キングご紹介しました。ありがとうございます。